皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いします。今日は9月の8日の木曜日、お題がこちらです。強すぎない、まさか今日2万8000超えということで、びっくりしました。2万8000を1日でこんなに回復してくるとはということではあったんですが、まあ、業種別とかしっかり見るとね、ディフェンシブなんかも強いですから、まあ、一概に楽観視できる内容ではないかなというふうに思うんですが、まあ、2万8000、とりあえず超えてよかったけどねというところは、押さえておきましょう。今夜 ECB 理事会とかもありますので、注意をしてみていきたいというふうには思ってます。 おります個別銘柄日本優先 <laughs> 個別銘柄日本優先アンジェスパーク 24H2O リテーリングロームをチェックした上で最後に指数のテクニカル分析までやっていきますぜひ最後までよろしくお願いしますということでこのチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時更新でやっております明日もやっていきますぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速今日の振り返りからやっていきましょう、はいえー、今日は3指数揃ってあげております日経平金株価が2.31%トピックス2.19%マザーズ0.95%ということでマザーズのね 上昇が比較的少なないいととうことになってます日経平均値上がり銘柄数非常に多いですねで。中でも上昇を牽引したのがファーストリテイリング、東京エレクトロン、ソフトバンクグループ、こういった値傘が引っ張ってくれるとやっぱ日経平均しっかりとした上昇になるなと思います。またトピックスに関しましてはこれ高値引きですからね非常に強い内容となりました。先ほどもお伝えしたように今夜は ECB 理事会がある中でこんなにリスクオンのような雰囲気になっていいのかというちょっと不安はあります。売買代金見ていきましょう。トップがレ ができていますで、このレバレッジ ETF に関しましては信用倍率が9月2日の週最新のねやつでかなり買い越されていたので、まあ、ここで戻ってこなければ心配だなという風に思っていたんですがひとまずこれに関しましては良かったなと個人投資家のセンチメントと聞には悪くなんなそうかなという風には思っておりますまだわかんないですけどもねはいで2位がレーザーテック3位に日本郵船で日本郵船この後見ていきますが3.4%の上昇ということになっておりますグロース見ていきましょうグロースはですねトップ3が大幅安という いう風になってますね。最近グググググ,グと上げていた銘柄ばかりですが結構大幅安やはり急登の後には急落もあるんだぞという形です一方このね流れがスパイダープラスに流れたんでしょうかねスパイダープラスは今日はストップ高ということになっておりますまたこの後見ていくのがアンジェス12.34%安ということでこの銘柄は指数ウェイト結構高いと思いますのでこれがまずは押し下げてしまったのかなというふうには感じております では、個別株見ていきましょう、まずは日本郵船ですね、今日は3.4%、大きな上昇となりました、ただ、昨日7%以上下げていましたので、こう取り戻す分としましては、半分程度といった感じでしょうか、今日あの聞いた内容によれば、ですね、昨日紹介しました日経新聞の日本郵船の社長のコメント、会見の内容ですね、非常にネガティブに捉えられたということではあったんですが、その会見というのが、実は決算直後、8月の初旬に行われた内容だったということで、まあ、現在の内容とは違う内容だと。 いうことがま一、あ、つね思惑として入ったようですただ1ヶ月しか経ってない1ヶ月前ではあるものの1ヶ月しか経ってませんからまあ、その見通しがあまり変わったとも思えないということでまあ、反発といっても全部を戻したわけではないということですよねただしやっぱり配当利回り中間配当だけで見ても 10%を超える水準に今もいますので、まあ、配当狙いの買いっていうのは一定入るだろうなというふうには思います。え今後もですね、この冷やしチャートにおける25日戦、75日戦あたりをですね、どういうふうに、まあ、上超えてくるのか、下回ったままなのかえ、そういったところをチェックしていきたいですし、配当締め日今月末ですよね、それに向けてどういうふうに動いていくのかは、しっかりと見ていかなければいけないかなというふうに思っております。 続いてアンジェスに関しましては、えー、今日は12.34%の下落ですけれども新型コロナウイルス、えー、開発中止の発表ということですね武漢型ということでこれ一番最初に出てきたタイプですよねで期待通りの効果を上げることが難しいと判断して、えー、臨床試験進めてきたけども中止にしますという内容になりますでまあ確かに 考えますと、もう今更これあんまり必要なさそうな気もしますもんね。でもやっぱり反応的には大幅安ということになっております。チャート見ていきましょう。チャートはこのような形でぐっと下げてますね。ただ、まあ、このザラバ中の動きはですね、 ほぼよ、まあ、りからぐーっと要線で上げてますので、まあ、下げすぎた反動狙いみたいなものは入っているのかなというふうに感じます。続いてパーク24見ていきましょう。パーク24は今日は4.63%大きく下落をしております。東京オリンピックめぐる汚職事件で家宅捜索ということですよね。まあこれもいろいろニュースになってまして、パーク24だけではなくて、角川もね、えー、誰かこう逮捕されたみたいな。角川って僕の本出版した会社ですから、なんかイメージ悪くならなきゃいいなと、まあそれは心配しすぎかな。まあ大丈夫ですけども、やはりこういったニュースがですね、株価の 下落に繋がっているということにはなっております。チャート見ていきましょう。チャートはですね、このような形ですね。ちょうど移動平均線25日の移動平均線75日の移動平均線付近にいたものが、まあ、今日はギャップダウンで下がってしまって、しかも陰線でということになりますので、まあ、節目を割れ下落トレンドに入ったような形にはなってるかなと思います。ちょっと長期で見てみましょうか。まあ、直接的にやっぱり業績に影響を与えるかどうかはわかんないですけども、やっぱイメージダウンにはかなり繋がりますよね。でもトレンドが完全に崩れたわけではないので。 まあもし急落が起こるような形であればパーク24というのは絶対的な強みを持っている会社の一つではありますから、えー、そこがチャンスになるかもなーなんていうのはちょっと長期的に、ねえー、考えたりはしております続いて H2O リテイリング見ていきましょう今日は5.21%の上昇ということになっておりますしっかりとした要請をつけてますよねまた今日は高値引けなんですよね、えー、かなり今日は空運も上げてましたしリオープニング関連かなり強かったですちょうどですね水際対策緩和が実施される タイミングですよね今日日経 CNBC に、えー、出演していた外国の方の、えー、ストラテジスト、アナリストの方もですね、まあ、日本に来れて嬉しいですってってで、ちゃんとそのコロナの陰性証明がいらない初日ですけども、すごく早く入国ができてとっても良かったです、えー、これからコロナがね、この水際対策が緩和されることによって、外国人観光客もきっと戻ってくるんではないでしょうかみたいなね、まあ、そういう表現も使っていましたし、実際にリオープニング関連株っていうのが、今日はかなりしっかりとした内容になってます。でこの っていうね、まあ、百貨店関連株は結構軒並み上がっていましたね H2O リテイリングに関しましては本当に高値超え間近年初来高値を超えてくるかどうかレンジをねしっかりと超えてきそうな動きですから、まあ、チャート的には注目なのかなと思って取り上げておりますよかったらですね他の銘柄もぜひぜひチェックしていただければと思います最後ロームですねローム見ていきたいと思うんですがちょうどアップルの新製品発表会が行われましたね iPhone の新機種である iPhone14 を発表し世界の注目を集めたと いうことですでこれのまあ、有力サプライヤーである電子部品メーカーの株価を刺激する格好となっているということでございます加えましてなぜロームを取り扱ったかというと、はいえー、今週の個別銘柄をとことも分析するマガジンで日の丸半導体最後のとでパワー半導体 23, 23年度改正の注目業界ということで先日僕 YouTube の中で 業界地図の動画を作ったんですけども、注目業界ベスト5ということでやったんですがまあそのベスト5には入っていなかったんですがでも改正でしっかりとした業績を残しているというかまあ先行きが明るいってことですよねまあに対してこのロームっていうのが結構中心の銘柄にいるかなというふうに感じたのでこれも分析をしていきたいなというふうに思っていますなのでまあひとまず今日ロームのチャートを見ていただきたいなと思っていますはい、ロームのチャートこのような形になってまして今日が 4.07%の上昇ですね改めてこう高値を取ってきた形なんですよね非常にやっぱり強いなというふうに思いますよねで、半導体関連とかグロース関連って崩れてるイメージがあるとは思うんですが、まあ、先ほど紹介したパワー半導体とかでアップルとかに絡んでるとか、まあ、そういった強みを持ってる会社っていうのはやっぱりチャートの形状がしっかりしてますよねそれでいてまあ、PR18 倍この平均 PR から見たらちょっと高いですけども平均16倍に対して18倍ですからまあ、そこまでめちゃくちゃ割高ってわけでは ないと思うんでですねで今後の業績次第ではしっかりとした展望も望めますし実際に業界として改正というふうになってますしロームに関しましてはこのアップル関連だけではなくてやはり パワーハンドタイの中で EV 関連のね、えー、これからの進展というのは不動のものだという風に表現をされていて EV 関連もやってますから、まあ、これ強いのかなという風に感じております。えー、今週のですね、とことん分析の中で少し、これ以外の銘柄も触れていきますが、何せを、まあ、この中でねこれぐらい銘柄がたくさんあったので、いっぱい分析をしてですね、まあ、その中でいくつか取り上げて分析例を上げていきたいと思ってますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。では指数を見ていきましょう。まずは日経金株価ですけども、今日2万8000を超える要線をつけました。びっくりです。 よね本当にね、転換線を超え、また地高スパンも株価を超えてます、これは開催員ですね、地高スパンがですね株価を割らずに推移するとなれば、ここに沿ってぐぐぐぐっとまた上がっていくような感じになるかなと思います。ただ、アノマリー的には9月は結構下がりやすい月とも言われますので、そこだけ注意をしてみていきたいと思いますし、えー、何せよ今夜は ECB 理事会があり、えー、今週末、明日たは日本のメジャー SQ があり、来週、アメリカの CPI があり、その次の週に FOMC があるということですから、まあ、まだまだ全然油断ならぬといった感じでは ありますがひとまず2万8,000円を超えた RSI も50を超えてるすごいことかなというふうには思っております。 トピックス見ていきましょう。トピックスに関しましても、要線をつけ、こちらは基準線も超えてますね。で、地高スパンも超えてるということですから、RSI も50超えということですから、なんだかね、昨日までの心配はどこ行っちゃったのかしらという感じはあります。ただ、まあ、日経平均もそうなんですが、ちょっと下降トレンドラインを引っ張ってみたいと思うんですね。下降トレンドラインをちょっとここから、ここの高値ですね。で、引っ張ってみると、やはりこの上には抵抗がありそうな感じはするんですよね。トピックスでも同じことをやってみましょうか。トピックスでも下降トレンドラインを引っ張ってみて、これはこことここでどうかな。 あちょっとあれですねもう一本だけ引かせてください。もう一本だけ引かせていただくと、こことここですね。まあ、やはりですね、まだ抵抗はちょっと上にあるかなというところなので、まだこう節目を超えきってないかなという感じはしますね、えー。で、リスクイベントが非常に多いということですから、注意をして見ていきましょう。最後、マザーズ見ていきます。マザーズに関しましては、今日は陰線なんですよね。なんかこれだけなんか今日はスカッとしてないという感じがしますね。アンジェスの影響、大きいと思いますし、あとは主力の売買代金トップ3銘柄が崩れたっていうのもね、なんか少し個人投資家のセンチメントが。 ととしては悪くななったかなと一方でだったら日経平均とかに乗っちゃおうよみたいな、まあ、そういう流れが強かったのかなというふうには思います。 はい。ということで、今日もお知らせを入れさせてください。個別メ柄のとことん分析するマガジンですが、明日、これは最新記事、ケアネントになってますけども、パワーハンドタイの記事を上げていきたいという風に思っております。月額1000円、初月は無料という風になってますので、概要欄の URL からぜひチェックしてみてください。また、同じプラットフォーム内でメンバーシップ、ノートの中の機能ですけども、を始めております。やってる内容は全く一緒です。見れることも全く一緒なんですけども、月額1000円ではなく900円になってますので、えー、もし今まで読んできたけども、ちょっと抑えたいよって方はですね、こちらおすすめしております。本に関しまして、2回目の増刷がかかっておりまし で合計1.9万部という,ふうになっております。本当にありがとうございます。この書店購入キャンペーンですが、最新式法が出るたびに特典アップデートしてます。もともと特典ゲットしていた方もですねアップデートした特典受け取れますので、えー、改めて特典ページに確認をしておいていただければなという,ふうに思いますし、なんだよ、そんなことなら早く買ったよみたいな方は、ですね書店で購入するとこの書店購入キャンペーン受け取れますので、もしよろしければぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンを、また明日以降もこのような形で5時目標で更新をしていきますので、 明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら